はい、こんにちは、新潟青年ユニオンです。今日はですね、解雇なのか退職勧奨なのかよくわからないケースというのがあるので、まあそれについてちょっと今日は見ていきたいと思います。まあこれが問題になるというと、そうです、あれです、あのロイヤルリムジングループの話を少ししたいと思いますので、それをちょっと後で撮っておきたいと思いますが、その前にですね、こちらの方、日本労働弁護団の方が、あの Q&A 前ちょっとご紹介したんですけれども、それがバージョン2に上がりまして、こちらの方、あの PDF じゃなくても見れるようにということで、非常に見やすい形になりました。で、そのうちの一つ、退職勧奨という章、こちらですね。こちらの方をちょっと見ておきたいと思うんですが、ポイントとして、まず単なる休業に過ぎないのか、退職、つまりまあ離職してくれというのを求められているのか何なのかというのをきちんと確認をしましょう。退職を求められている場合は解雇なのか退職勧奨に過ぎないのか、これについて確認をしましょう。それから退職勧奨については、これについては応じる義務そのものはないです。ないわけですが、退職勧奨に応じる場合については有利な退職条件を交渉したり、再雇用を約束する書面の作成を求めましょう。これがポイントだということになっています。で、具体例こちらです。まあ、タクシー会社で書いたらいろいろ問題があるのかどうか知りませんが、工場はなってますけども、新型コロナ影響で、工場が稼働せず、社長から今うちにはあなたの仕事がないんだ、また工場が稼働したら必ず雇うから当面の間は我慢してくれというふうに言われていると、どう対応したらいいでしょうかという問題ですね。で、これについてはまず社長が離職、会社を辞めさせることについて言及しているのかどうか、それから休業を命じているのかどうか、まずはっきり確認をしましょうということなんですね。まあ、休業なのか解雇なのか、退職勧奨なのかということを、まあ、きっちり言わないとですね、いきなりこう、俺クビなんかっていうふうに思ってた向こうは、いや休業でちょっと休んでほしかっただけなんだよってのですれ違ってもですね、それ困るので、それってどういう意味ですかっていうふうにしてよく聞きましょうという、こういう内容です。で、これ後ろにですね、解説がギョッと続くことになっております。まあ、休業についてはまあね、あの別のところでもお話もしてますし、まあ、あの私どものところの動画のところですね、別のところちょっと飛んでいただけるとありがたいと思いますが、そちらの方を参考にしてください。まあ、あのここで賃金のところありますけども、上の方にですね飛ぶとあるということですが、問題はですね、ここからなんですね。離職するという場合についてなんですけれども、会社が離職について言及している場合には、さらに解雇なのか退職勧奨なのかきっちりとはっきりさせましょうということが一つありますね。で、上、退職勧奨の場合には労働者には退職勧奨に応じる義務がありません。あくまでもお願いをされている、あなた辞めてほしいんだけどっていうふうにしてお願いされている状態なので、嫌ですっていうふうにして断ることは当然できるということです。まあ、あのもちろんこれも辞めてほしいんですけどダメですの繰り返しで、辞めてほしいんですけどやめろよお前、おいこらっていうふうになってきたら、一人ではこれこうしきれない場合がありますので、労働組合に相談したり弁護士に相談するということもあるということになるかなと思いますね。そして、2段落目ここですけども、退職勧奨もし受け入れるというふうに、まあ、考えることも、まあ、なきにしもあらずなわけです。会社がちょっとこの会社危ないよな、ずっといてもな、なんだか危ないよなということの場合に、例えば退職金を出してくれ、退職金上積みしてくれというふうに言って、じゃあ条件をこうよく引き出してくるという方法も、当然これもお願いなので、退職金出してくれませんかっていうお願いをしてるだけなので、向こうがどうするかはこっちこうじっと見ていればいいわけですね。で、そういうふうにしてやる方法があるかと思います。
それからここですね、再雇用の提案と合わせて退職勧奨のということなんですが、まあ、本筋としては雇用調整助成金があるので、それを活用して雇用の維持を図るというのは本筋だと。それから後々再雇用するという約束についても将来の約束なので、どうなるかは正直わからないというのがあります。こういうご時世になってくると、本当にあんたの会社大丈夫なのっていうのも当然あるわけですよね。で、あんたの会社将来大丈夫だって言うんだったら今でも大丈夫なんじゃないのっていうふうにも言いたくなるわけで、でやっぱり安易に応じないということが重要かと思います。そしてもしもそれに応じるのならば、ここにですね、文書にして、きちんと応じるなら応じるで、再雇用なら再雇用しますということをきちんと文書にして、これも誰がどう見てもこの日になったら再雇用するんだよねっていうことが分かるようにしておくということは必要です。で、問題はですね、私もこれうんと思ったんですけども、ここですね、ここにも書いてあるんですが、私がロイヤルリムジン本当にそれでいいのと思ったのはですね、再雇用の約束をしているということになると、当然いついつに自分はそこで雇われるんですという約束になっているので、失業給付を受けられないんじゃないかということです。失業保険を受けるというのは、次の会社に向かって自分は求職活動をしているんですと。その時に失業保険というのは出てくるわけです。だけど何月何日ぐらいのところで自分はロイヤルリムジンに戻るんですということが分かっている人に対して、なぜ失業保険を出す必要があるのかという、それは危ないんじゃないかなというふうに思ったら、ここにもやはり書いてありました、失業給付金の受給資格である失業の状態にないというふうに判断されて、失業給付金が受給できない恐れがありますですと思います。私もこれ危ないかな、どっかな、ハローワークの人どう判断するかなというふうに思って見ていました。まあもちろんどうするかはハローワークに聞かないと分かりません。退職して離職票を作成してもらう際には、まああくまでも会社都合なんだと、自己都合ではないんだということが、はっきりしてれば、まあ、いいということになるかと思います。で、このまあロイヤルリムジンの話、まあ出してきましたけれども、まあもともと4月の6日の時にロイヤルリムジンの会社の方は、休業手当を出すよりは解雇して失業給付もらった方があなたたちのためだからと言って解雇しますというふうに言ったんですね。それがまあ600人だったということで、まあ、ニュースにもなったわけです。だけどその4月の8日以降、解雇という言葉を出さずに退職の合意書を出してきて、ここにサインください、サインくださいというふうにまあ言い始めたということなんですね。で、そうすると退職の合意書ってことになると、それは解雇ではなくて、あなたと私が合意してこの労働契約を打ち切ることにしましたという意味ですから、どっちからってことではないわけです。で、この状態になると、本来4月6日で解雇というふうに言って即日解雇ですので、予告手当そこでですね払わなければいけないんですが、8日の時点で、いや、あれは解雇ではなくて退職の合意書なんです、退職勧奨のつもりだったんですって話になると、まあ、手続き的にはですね、やはり予告手当がまあ必要ないという状態になるので、これ怪しいよなというふうにして、みんなしてこうやって始めたところ、やはりということでしたね。団体交渉をしてみたら、退職に同意しない人はそれはそれでいいですよと。で、同意した運転手についてもその同意書の内容は撤回してもいいでしょうというふうに言い始めてみたり、あと、まあ、もちろんそれは労働組合の成果ですけれども、あとそれ以外の運転手の方も訴訟に
打って出るという形を取ってみたりだとかですね、まあ、しているということですので、まあどうなるのかなと思いながら見ています。いずれにしろこれもそうなんですけども、いずれの場合でもですね、失業手当もらえるようにしてやるからっていうことをポッと言ったら、それでもう怪しいと思ってください。怪しいです。失業手当もらえるようにしてあげるから何々というふうに会社がもし言ったら怪しいです。それハローワークが決めることなので、会社が決めることではないからです。何か裏があるというふうに考えてもらっていいと思います。はい、ちょっとまとめをしたいと思いますけれども、こちらですね、退職勧奨というものについてのまとめになります。まあ、重要なのはこのポイントのところに書いてありますけれども、なんかやめてくれというふうに言われた、来ないでくれというふうに言われた時には、単に休み休業になっているのか、解雇になっているのか、それとも退職勧奨なのかということについてきちんと確認をして、今これはあなたはどう言いましたかというふうにして言って、きちんと確認をするということが必要です。これがないと、いや、俺はそういうつもりで言ったんじゃないんだ。いや、俺はそういうつもりじゃないんだ。クビなんて言ってないんだ。で、こういう、言い争いになるんですね。必ずなるんですよ。いや、俺はこんなこと言ってない。そんなの、お前が勝手にそういうふうに思っただけだ。お前勝手に辞めるって言っただろう。で、こういうふうに、必ずなります。必ずなるんですよ。なので、そういうことがないようにですね、あなたは何を言ったんですかということをきちんと確認をして、できれば文書でですね、もし解雇だというのであれば、解雇理由証明書を出してください。解雇だというならばっていうことではっきりしますからね、そうするとね、そういうことできちんと文書にして、出してくださいというふうにお願いするというのが、まあいいことだと思います。はい。おまけを、あら、おまけ。まあ当初そのロイヤルリムジンのやつは、そのまあニュースサイトとかを見ると、まあ休業手当を払うよりも解雇して、失業手当をもらった方がいいという判断を会社がしたのは拍手みたいな、そういうサイトもあったんですよね、実際ね。で、って感じですよね。だって失業手当ってその時出るかどうか怪しいんじゃないかなと思っていたんですよ。失業手当その場合、まあ出してくれる可能性もあると思うんですけど、会社が勝手に判断はできないので。怪しいかなと思ってたんですよね。で、案の定やっぱりこう蓋を開けてみたら、どうもあの社長おかしいという感じだったみたいですね。で、まあ他の会社さんもロイヤルリムジンに問い合わせをして、そういう方法あるのか教えてくれみたいなことを言ったところもあって、どうも真似したところもあるというところなんですが、まあ、失業保険がもらえるからクビにしていいだろうなどということがまかり通るようだと、どうなのかな、それはこの社会としておかしいんじゃないでしょうかね。やっぱりその失業保険っていうのはあくまでも失業した時のために給付されるものであって、それをわざわざ利用しに行って会社を延命させようなどという発想になるところ自体がちょっと危ないというふうに思います。まあ、皆さんどういうふうに思われるか、できればコメント欄に書いていただければと思います。はい、向こうの方チャンネル登録という赤いボタンついていらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いいたします。またコメント、いいねボタン、もしこの動画良かったらと思ったら、ぜひ押していただければと思います。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。